よろしくお願いします。はい、それでは本日の記者会見を始めさせていただきます。私からですね、3本お伝えすることがありますが、もちろん最初の、ご報告は新型コロナウイルスの感染症についてであります。まず、都内の患者発生状況でございますけれども、昨日の時点で684人、ここ数日の推移でございますが、78人、66人、97人と、高水準で推移をしているところであります。このような予断を許さない状況を踏まえまして、国におきましては、いまだ緊急事態宣言を出す状況にはないと、このように述べておられるわけでございますが、仮に宣言が出た場合の都におけます緊急事態宣言への対応について、ひとまずお伝えをしておきたいと存じます。で、国がですね、緊急事態宣言を行った場合ですが、都民、それから事業者の皆さんが適切に事前の準備を行えますように、速やかに実施を予定しております、緊急事態措置の概要案などについての公表ということであります。具体的にはですね、都民の皆さんに対して、特別措置法に基づいて、外出の自粛を要請、とともにですね、施設、そしてイベントの主催者に対しては、使用の制限、停止などを要請することになります。で、個別の要請内容などにつきましては、今後、国から出される方針などを受けまして、決定をいたしますが、食料品、医薬品などの生活必需品の販売であるとか、銀行や証券取引所などをはじめとする金融サービスなど、社会や経済生活を維持する上で必要なサービスにつきましては、必要な衛生管理などを確保の上で、引き続き営業をしていただくといたします。また、こうした措置などに対しまして、都民の皆さんや事業者に抱かれる疑問や不安にお答えするために、コールセンターを新たに設置をするために、コールセンターを新たに設置をいたします。相談体制を強化していくということであります。で、おとといにはですね、1日ですけれども、旧都県市の首脳による緊急テレビ会議を開催いたしました。この千葉や神奈川といった県知事の皆さん、それから川崎や千葉市など、政令指定都市の皆さん、これを9都県市、9つの 県と都の、それから市ですね、と呼んでいますけれども、こちらの会議で、これまで以上に情報を共有していきましょうねということで、連携を深めることで確認をいたしました。そして、それぞれが3つの密の回避ですね。そして人混みへの不要不急の外出、夜間の外出自粛などについての緊急メッセージを取りまとめて、共同で発出をいたしました。これはその前に、千葉県や埼玉県、山梨県、神奈川県などの皆さんと、東京都と一緒になって、これ首都圏として連携していきましょうということを確認したと同時に、今回は9つの、9の都市圏が連携をしたということでございます。で、都民の皆様方も危機意識を持っていただいて、慎重な行動、ご協力をお願いをしたいと思います。結構すいません、とりあえず息をさせていただきますね。はい。それから特に今週末の土曜日、日曜日、明日、明後日でありますけれども、引き続き外出をお控えくださいますよう、こちらもくれぐれもお願いを申し上げたく存じます。それから新型コロナウイルス感染症、感染爆発の重大局面、こちら何度も申し上げておりますが、この局面は変わっておりません。どころかより深刻になっていると。で、都民の皆様方には、密閉、密集、密接の3つの密を避ける行動、そして週末の外出の自粛などをお願いしているわけでございまして、ノー3密、外出自粛を呼びかけるメッセージ動画を今回作らせていただきました。
都の SNS などで発信をしているところでありますけれども、パラ応援大使の方々や仮面女子の碇友香さん、それから伊藤テリー伊藤さんをはじめとする方々、さらにはユーチューバーのヒカキンさんにも、感染拡大防止に向けたメッセージを発信していただいています。で、多くの方々に、ご協力いただいておりまして、感謝を申し上げたく存じます。こうした中で、厚生労働省の対策本部の専門家クラスター班ですね、こちらの分析によって、東京では夜の飲食店などでの集団感染が多発しているということが明らかになってきたために、今回、特に夜間の外出抑制を呼びかけるメッセージ動画を作成をいたしました。感染者の爆発的な増加を回避するために、都の SNS、 そして今週末のテレビやラジオの CM などで積極的に発信をして、都民の皆さんや、また首都圏の皆さんにお願いをするという運びとなっております。それではちょっとこちらの方をご覧いただきたいと存じます。東京都知事の小池百合子です。密閉、密集、密接している場所を避け、不要不急の外出、特に夜間の飲食を伴う外出は控えましょう。みんなの命を救うため、ご協力お願いいたします。この今ご覧いただきましたメッセージ動画ですけれども、これに合わせまして、夜間の外出の自粛を呼びかけるポスターも作成をいたしております。あちらの左側の方がポスターでございます。で、都営交通の主要な駅、それから都内の鉄道事業者の皆様にもご協力いただいて、今日から広く掲示を行ってまいります。また飲食店の皆様でございますけれども、来店者が減っている、売り上げが厳しいというお声でございます。例えばテイクアウト、デリバリーなどの方法で懸命に維持の経営の維持に取り組まれているケースもあるということも聞いているところでございます。さまざまな工夫をされておられると思いますけれども、ぜひともご協力のほどをよろしくお願いを申し上げたいと存じます。それから、都におきましてはですね、こういった点についてご提に回ることがないよう、各局迅速に対策に取り組んでおります。そして3月31日ですけれども、年度末、厳しい経済環境ではございますが、新型コロナウイルスの緊急制度融資ということで、すでに1200億円、約248億円って最初見込んでいたのがですね、どーんと増えまして、1200億円、申し込みがございます。で、これに応えるために、直ちに令和元年度の最終最後の3月31日の時点でございましたけれども、補正予算を編成しまして、先決、これは地方自治法に基づくものでありますが、先決でいたしまして発表したところであります。それから国の方もですね、4月7日に緊急経済対策を発表すると、このように伺っております。都といたしましても、医療提供体制の確保などの新型コロナウイルス感染症対策、そして厳しい経済、企業、都民の状況を踏まえた大胆な経済対策などを柱として、第4弾の対策、4月中に取りまとめる予定でございましたけれども、これを前倒しいたしまして、4月15日を目途といたしまして、緊急対策を公表できるようにということを指示をしたところでございます。で、今の深刻な状況を踏まえますと、リーマンショックや東日本の大震災におけます緊急対策、それぞれが打たれたわけでありますけれども、これらもすでに過去最大の規模の緊急対策がそれぞれ打たれたわけですが、今回のこのコロナ対策というのは、多分と言いましょうか、必ずと言っていいんでしょうか、過去最大規模の緊急対策をすべきだと、このように東京都として考えております。それから補正予算、予算の知事専決、予備費の活用などなど、都がなしうる手立てを総動員いたします。そして都民の皆様のご協力を得ながら、都庁の組織が全力で取り組むことによって、そしてこの重大な局面を乗り切ってまいります。
それから医療体制の方であります。医療提供体制ですけれども、新型コロナウイルスの感染症に対応できる病床、これメディアの皆さん毎日報道していただいているかと思いますが、現在の最新の数字を申し上げますと、750床確保できております。昨日の時点で、100人近い方が感染が判明したわけでございますけれども、昨日の時点におきましては628名が入院ということで、ございます。で、その大半の方々は、これ無症状または軽症であるということでございますが、ただし陽性ではあると。これらの方々には別の場所に移っていただくために、宿泊施設などの一時滞在施設を確保してまいります。厚労省の方からもその旨も通知が、ルールの変更ということで、これまでも国にもお願いしてきた点でございますけれども、これがまとまって通知をいただきました。で、これによってより重症の方は病院の病床を利用できるようになるということでございます。で、このたび今ですね、この通知も受けまして、新たに宿泊事業者と地元の自治体の協力を得まして、モデルケースとして来週中にも運用開始するめどが立っておりますので、お知らせをしておきます。それから現在はですね、何しているかというと、その宿泊施設の方と健康管理の実施体制であるとか、また実際にそこに宿泊していただく方、安心して滞在できるようなにはどうすればいいのかなどなど、詳細を詰めているところでございますので、今後もこの今回のモデルケースとして運用状況を踏まえて、順次一時滞在施設の確保を進めてまいります。結構ね、息が、はい。もう一つ、3番目のポイントは学校です。学校の現場での対応につきましては、今週1日にですね、発表されたわけでありますけれども、都立学校については春休みの明けた新学期から、5月の6日までゴールデンウィーク明けまでを臨時休校、臨時休業といたします。ただし東京は広うございます、島があります。島嶼地区の高校につきましては原則として再開ということでございます。それからそれぞれの区市町村に小中学校がございますけれども、これはそれぞれの市区町村の判断ということになりますけれど、都内の厳しい状況を踏まえまして、都立学校の取り組みを参考にしていただいて、感染の拡大防止にもご協力いただければと、このように考えております。それから動物園、美術館、博物館など都民が利用される施設ですね、それから都の主催するイベントにつきましては、2月21日からずっと休館、休園、延期、中止といったような対応を取ってきたわけでございますけれども、ゴールデンウィーク、こちらの方もゴールデンウィークまで中止などとさせていた、中止などを継続させていただくということといたします。関係者の皆様方にはですね、いろいろそれまでの準備などを進めておられたと思います。ご心配、ご苦労をおかけいたしますけれども、厳しい状況でございますので、ご理解いただきますように、こちらもお願いを申し上げたいと存じます。それから今日からでございますけれども、毎日、基本的に毎日、午後18時40分頃からですね、新型コロナウイルスに関します感染者の数とか関係する情報など、さまざまな情報を届けするために、東京動画というこのサイトが都庁にございます。この東京動画をベースにして、 YouTube、そして TikTok などを活用しまして、私自身がライブ発信を行っていきたいと考えております。
都民の皆様方のご不安をですね、少しでも解消して、一日も早く平穏な日常を取り戻すために、さまざまな手段で迅速に情報をお届けしていきたいと考えております。でこういった現下の状況を踏まえまして、都民の皆様方には、平日のテレワーク、スムーズビズ、在宅勤務、そして夜間の外出、また週末におけます不要不急の外出を現にお控えくださいますよう、改めて強くお願いを申し上げます。都民の皆様方のご協力を得ながら、都がなしうる手立てを総動員いたします。そして総力を挙げまして、さらなる危機感を持って、感染拡大防止に取り組んでまいりたいと考えております。2番目の項目でありますが、全く違って 5G についてであります。スマート東京の実現に向けまして、ローカル 5G に関する取り組み進めてきております。そこで2点、まず西新宿、この都庁のあるところですね、西新宿でスマートポールを先行、試行、設置をいたしてまいります。でこれはですね、デジタルの力で東京のポテンシャルを引き出す、スマート東京の実現に向けての、取り組みでございまして、都は、この西新宿を先行実施エリアと位置づけております。で、5G と先端技術を活用した分野横断的なサービスの都市実装を目指しているところであります。で、そのための初めの一歩の取り組みでございまして、先月、5G アンテナと、それから高速 Wi-Fi、それから環境センサーなど、さまざまな特徴を備えました都市型インフラでありますスマートポール、これを先行、試行するということで、広く民間からアイデアを募集したところであります。で今回、東京電力パワーグリッド株式会社、住友商事株式会社、そして日本電機株式会社、株式会社 J タワー、MC ドゥコ株式会社、この4社、協力事業者として選定をいたしました。で協力事業者からはですね、3種のスマートポールの提案がございまして、ベースとなりますのが 5G の通信機能、Wi-Fi 機能、そのほか、大規模災害時などにはですね、デジタルサイネージ、になります緊急情報が配信できる、それから各種のセンサーを活用しまして、大気環境計測ができるなどといった、アイデアを頂戴したわけです。で今後ですね、これらのアイデアも勘案しながら、協定の締結に向けました具体的な協議を進めていくというものであります。で 5G アンテナの基地局を搭載しますスマートポールの先行試行設置でありますけれども、これは日本で初めての試みとなります。ニューヨークなどではすでにこのスマートポールというのがあちこち立っておりまして、環境、そういう通信環境というのは非常に進んでいるということであります。でこの取り組みを通しまして、得られる、設置、それから運営にかかるノウハウですね、知見などを多角的に検討しまして、モデルを確立させてまいります。そして都全域、さらには全国へとこれを展開をしまして、電波の道の構築を進めていくというものであります。それから続きまして、同じくローカル 5G に関連してですけれども、このローカル 5G と最先端の農業をくっつけようということで、その技術の社会実装に向けた取り組みについてでございます。東京データハイウェイの基本戦略ということで、すでにお知らせをしておりますが、さまざまな分野でローカル 5G を活用した施策を展開しておりますが、農業分野におきましても、稼ぐ農業の実現に向けて、こうした先端技術の積極的な活用を図っていくというものであります。かなり酸素が薄くなっておりまして、結構きついですね。なんですが、さらに続けてまいりますと、今日は東京都の政策連携団体であります、
東京都農林水産振興財団、それから NTT の東、NTT 東日本、それから NTT アグリテクノロジー、この3社で協定を締結したということでございます。で、今後ですね、ローカル 5G を活用した新しい農業のモデル構築を進めてまいります。で、今回の連携事業におきましては、ローカル 5G をですね、活用して野菜の生育状況などを映像データを非常に解像度が高い、そのデータ送信でもって、都の農業指導員などが現地に赴くことなく、遠隔でリアルタイムで栽培に関するアドバイスができる、そのような環境を整備するというものであります。で、加えまして、今後 AI、そしてロボットなど最先端の技術の農業分野へのさらなる活用も図ってまいります。まあ、こうした取り組みで、東京の農業にありました東京型スマート農業を推進をしまして、生産性の向上を図ることで稼ぐ農業の実現につなげてまいります。これが2本目のテーマでございました。そしてもう1本ございます。こちら今度は住宅政策です。新たな取り組みとしまして、2点お伝えしたいんですが、1点目が老朽マンション対策プロジェクトであります。で、この4月からマンションの管理状況を把握しまして、管理不全の予防、そして適正な管理の促進を支援するということで、都道府県初めてになりますけれども、マンション管理状況届出制度を開始をいたしております。で、それから総合的な計画をまとめて、マンションの適正な管理と再生を促進するように、管理ガイドブック、これまでもございましたなんかな、そのもの、で、管理ガイドブックの改定、それから新たな支援制度の開始、相談体制、こちらですね、相談体制の拡充などの取り組みを展開をいたします。で、まずマンションの適正な管理から円滑な再生につながる切れ目のない施策を展開するということで、東京マンション管理、再生促進計画を策定をいたしております。で、計画におきましては、マンションの適正な管理を促進するということと、古いマンションですね、老朽マンションの再生を促進する、この2つの施策の柱になってまして、具体的な取り組みを掲げているというものであります。で、具体的取り組みの1つ目として、まず、マンション管理、こちらです、改めて、ガイドブック、これを改定いたしました。で、結構分厚いです。このガイドブックはですね、適正な管理などに向けまして、管理組合が取り組むべき事項などを示すものとなっております。で、今回は最近の豪雨によります浸水被害などに向けた防災対策など、マンション管理をめぐります状況の変化を踏まえて、新たな項目の追加、記載の充実を図ったというところであります。で、それから新たな支援制度ですけれども、管理状況の届出を行ったマンションが、専門家からの助言、そして支援を受けやすくなるように、マンション管理士のなどのですね、アドバイザーを無料で派遣をするというものであります。で、管理状況を届けた管理組合には1回、それから届出によって管理不全の兆候があった場合には、5回まで無料でこのマンション管理士の派遣、無料派遣を受けることができるというものであります。3つ目は、総合相談の体制を充実いたしました。で、これは昨年の9月から管理から再生までワンストップで管理組合の皆さんよりご相談をお受けするという総合相談窓口を開設しているというものであります。で、今回、届出制度の開始にあたって、お問い合わせが大変増えております。その結果として、これまでの月曜日から金曜日の午前9時から午後5時に加えまして、この4月から第1土曜日、第3日曜日の窓口を開設いたします。それから週1回、水曜日の相談受付時間を午後7時まで延長するということで、体制を拡充したということであります。一層ご活用いただきたいと思います。で、それから新型コロナウイルス感染症の情勢を踏まえまして、これは直接に、そこに行くのではなくて、お電話とかメールでの、相談を
お受けしたいと思いますので、この点もよろしくお願い申し上げます。それから2点目でありますけれども、住宅政策について、都営住宅の敷地での宅配ボックスの設置をするということで、モデル事業のご紹介であります。これはですね、入居者の利便性の向上、それから宅配事業者が何度も留守のところに行って運ばなくちゃいけないという、まあ、課題がありましたよね。でこれをですね、解決するそのモデル的な施策です。ですから入居者の利便性の向上、それから宅配事業者による再配達を、これを抑制するということで、宅配ボックスを設置する、そのモデルケースとして、まず西東京市内の八木沢6丁目アパート、それから墨田区内の横川5丁目第2アパートの2つの台地に設置をするものでございます。そして事業の実施予定期間ですけれども3年間、でスマートフォンを使ってこの宅配ボックスを利用していただける、また周辺の方々もご利用いただけるので、ぜひともご活用いただきたいと存じます。ということで、なかなか長時間話すだけの時っていうのはマスクは結構大変でありますけれども、この状況に鑑みまして、こういう形でお伝えをいたしました。お聞き苦しい点がありましたら恐縮でございます。それでは知事ありがとうございます。今月幹事長を務めます朝日新聞の岡戸と申します。よろしくお願いします。幹事長から2点ほど新型コロナで質問があります。まず1点目なんです。先ほど知事週末の不要不急の外出自粛を改めて要請されましたが、また明日から週末ということで、改めてなんですけど、知事の想定する不要不急、そうじゃないものも含めて具体的に教えていただければと思います。お願いします。はい、これにつきましてはですね、もう先週来も同じ質問を受けさせていただきました。不要不急というのは一体何ぞやということですが、もう読んで字のごとくでございます。今日行かなければならないのか、明日行かなければならないのかということでございまして、そういった観点からの仕分けもございます。それから最近の例では、なんと今日じゃないとダメという、例えばお葬式、そこの場で感染したなどという例があって、本当にこのコロナっていうのはそんな場面でもですね、人の足を止めるのかとお思いになるかもしれませんけれども、ぜひとも週末の外出については、その日でないとダメなことなのかどうか、それからその生命、それこそ生命に関わることなどなどで、病院にかかるという方、お薬がないとダメな方いらっしゃると思います。それから例えばスーパー、コンビニに行って、その日の食材をお買いになる、これは普通に行っていただきたいし、物ですね、物品、食材などは普通に売っておりますので、ここはですね、あまり慌てず買いだめということも不要かと思います。そういったことで仕分けをしていただいて、ご判断をいただきたい。前も申し上げましたけれども、今世界中のキーワードはステイホーム、家にいてねという言葉でございます。ぜひともご協力いただきたいと存じます。はい、2点目がですね、知事再三ロックダウンという表現をされていらっしゃいますが、ネットなどでさまざまな解釈があります。知事が想定しているロックダウンというのはどういう状態なのか、具体的に何を要請するイメージなのか教えていただけますか。不要不急の外出を控えください。そしてまた平日もですね、できるだけ在宅勤務、もちろんこれ職種によってそんなのできないよとおっしゃるかもしれませんが、でもできる職種もある、そこをですね、ぜひテレワーク、在宅勤務などで、このステイホームをご協力をいただければと、このように思います。それからロックダウンといってもいろんな国のやり方がございます。非常にこの貢献力をですね、こうなんていうんでしょうか、ここまでやるのかというようなところもございますけれども、日本においてはまた特措法におきましても、また現状におきましても、お願いをするというベースになっております。交通機関が止まるということもございません。そういったところから、これ私はそれでは自由に言っていいのよというわけではありません。
感染拡大の防止ということについては、皆様方のご協力、何としてでもお願いしたい。それから最近の傾向で、専門家の皆様方も分析されておられますけれども、やはり若い方々が活動範囲が広い、行動範囲が広いということから、感染の拡大ということにもつながっているかと思います。こういったことについて、より深く知っていただき、そしてご自分の行動がどうあるべきなのか、ご判断をしていただきたいと思います。ありがとうございました。各社さん、知事が、締めの上、後に、社名と氏名を名乗った上でご質問ください。よろしくお願いします。時事通信の斉藤です。よろしくお願いします。知事は先ほど都としても、過去最大規模の緊急対策を行うというふうにおっしゃいましたけれども、その、過去最大という中で、その規模感と、それからどういった分野に重点的に、注力して予算をつけるのかということについてお聞かせください。これもいろいろな分析も行われているところであります。一つにはこれまでも新型インフルエンザの問題がございましたり、また東日本大震災、古くは阪神大震災、さまざまな災害等がございました。金融危機もございました。これがですね、見えない災害が今東京を、そして日本を襲っている、かつそれを根治させる薬、ワクチンが未だにないということが皆さんを余計不安にさせている。また株価についてもですね、今日も残念ながら続落ということでございます。なかなかその解が認められないところに来まして、この経済の不安が募って、さらには今派遣切りなどということもあって、雇用に対する不安が、ついこの間まで人手不足だと言っていたのが急にここへ来ましてですね、非常に厳しい状況になっている、一言で言うと国難であろうかと思います。これは東京の難だけではございません。国難で、ございます。国としてどのように対策を打っていくのかというのはともさることながら、国の緊急経済対策ということも、これも見極めつつ、都としてそれに、そこに加えて独自の対応策というのを考えていきたい。また消費活動が急激に落ち込んでおりますので、繰り返しになりますけれども、企業の経営、従業員の生活など重大な被害を及ぼしていることでございます。で、党独自の経済対策と申し上げましたけれども、例えば中小企業に対しましての緊急融資制度の創設、従業員の方を対象としましての実質無利子の融資制度など、これらはもうすでに実施をしているところでございますので、まずはご活用をいただきたいと思います。これについてはストップ COVID-19 という都のサイトのところの左の欄のところに、ずっとこのコロナウイルスに関連してのですね、さまざまな制度、新しく設けた経済対策など一覧で出ておりますので、ぜひご覧いただいて、ご自分がこれに当たるなというところについては、また詳しくお問い合わせをいただければと思います。で、それからこれらに、こうした対策に必要な予算でございますけれども、補正予算、専決処分による追加措置もございますけれども、先ほど申し上げましたような時間的な感覚でですね、4月末を目途に何などと申し上げておりましたけれども、それをうんと前倒しにしながら、かなりのこれまでにないような規模的、規模でもって対応を、対策を打っていきたいと、このように考えています。今、それらについては取りまとめをしているところです。あくまでもそ、あ、ごめんなさい。はい。どうぞ。どうぞ。あ、どうぞ。フジテレビの小川です。学校の休校とか再開についてお伺いさせていただきます。都内はですね、状況に応じ、知事は都立学校の休校について、都として発表なさいましたが、地域ごとに小中学校は区市町村に任されて、それぞれ
都内一律というよりは事前市区町村ごとに再開の時期ですとか異なってきています。これに対して保護者からは、地域の実情に合わせていて安心だという声がある一方で、結果としては地域によって学習の進捗状況が不公平になるんじゃないかという声もあります。都としてはどういうふうに公平な教育機会を確保すべきというふうにお考えでしょうか。今ご質問にあったとおりでございまして、都立の高校、中高、そしてまた大学、これについてはですね、都の教育委員会で決めることができます。また決めております。で、一方で区市町村についてはそれぞれの教育委員会の独自の判断ということもありますが、都の都立の考え方についてですね、それを参考にということを強く要請をしたところであります。一方でやはりそれぞれの地域の判断ということも余地は残っているわけでございまして、現時点ではですね、4月10日まで休業というのが2地区、それから島が15日まで小笠原ですね、24日までが大田区、それから5月10日までが三鷹市ということでございまして、各地区の休業日の設定、状況は違っているところでございます。それから休校を延長したのが52、休校の検討中というのが1、それから実施をしないと、休校しない、そのままというところが、1つの市と8つの島になっております。でそれぞれ児童生徒のですね、学習については分散登校を実施されるところであったり、それから自宅学習で学習教材などの提供を行ったりしているかと思います。また ICT を活用した確か渋谷区だと思いますけれども、取り組みなどを実施しておられるところがございます。ご承知、今ご質問ありましたように遅れが生じないような、その工夫、学校において工夫をしているということですが、この間休校中の小中学生向けに都の教育委員会においては学びの支援サイトを立ち上げるなどの取り組みを行ってまいりましたが、この際ですね、ICT を活用した学習支援などですね、オンライン教育に向けた取り組みをさらに都として進めていければと考えております。これまでモデル校ってやってきたんですけれども、モデル校だけではなくてですね、できるだけこのなんて言うでしょうか、これを機にしてですね、むしろ ICT を進めていくという方向にできればと思いますが、都の教育委員会、それから区市町村と連携をしながら、そうした環境を整えられるように、取り組み、強力に推進していきたいと、このように考えております。東京 MX テレビの佐波と申します。軽症者の一時滞在施設なんですけれども、実際に運用する場合はですね、都が一定期間借り上げるというようなことになるのか、具体的な運用方法とですね、あとその運用するにあたっての課題をどういったものを想定されているか、お願いします。先ほど冒頭でお伝えをいたしましたようにですね、厚生労働省のルールが、この自宅、そしてまた宿泊所などを使った療養施設を使用することが可能ということで、分かりやすく言えばホテルですね、これらを一括で、一棟丸ごと借り上げるなどの方法を考えているところであり、着実にその体制を整えつつあります。でその際、やはり一旦は陽性ということが認められて、そして入院の対象になっている方々でございますので、地区の医師会などと連携をしながら、その医療的なケア体制などもどのように整備をするのか、これらについて今調整を行っているところでございます。今日も昨日の場合も100に近い数字で、多くの感染者を出しました。
一刻も早くご回遊なさることを心から祈っておりますけれども、一方で医療崩壊にならないためにも、軽症の方々には宿泊先でゆったりとした時間を過ごしていただければということで、病床の確保と同時にですね、軽症の方々がストレスなく癒されるような体制を気づいていこうということでございます。また宿泊施設の方々にもいろんなご協力をいただくわけでございますけれども、非常にこのホテルの業界の皆様方も協力的でございまして、こういった都の現状を鑑みてですね、さまざまなご協力の声が上がっているところで、大変感謝をしております。ただ、一つ一つ丁寧に確実に進めていくことによって、病床の確保と、そしてその方々の一定の期間、そこでお過ごしいただける、そのような環境づくりに邁進したいと思っております。中島南事務所です。よろしくお願いいたします。疫学調査についてお尋ねしたいんですけれども、マンパワーが足りないということが言われております。今後感染者が増えるとですね、クラスターを潰すこともままならない状況になりますが、都として外部人材の登用などですね、マンパワーの補充のアイデアというのはありますでしょうか。それともう一点なんですが、ドイツのボッシュがですね、 2.5 時間で結果が分かる検査キットなどの開発を行っております。こうした新しい機器などを導入してですね、検査に軸足を移すというようなお考えはないでしょうか。この2点をお願いしたいんですが。はい、後のご質問ですけれども、検査の方は着実に進めております。それから医療機関でございますけれども、例えばですね、医療そのものというよりも、そちらも必要でございますし、それから今、保健所がですね、この問い合わせから、それからベッド、なんていうんでしょう、ベッド回しっていうんでしょうかね、こちらの患者さんをこっちの病院に移すといったようなことも作業としてやっておられます。それから感染陽性の方々のこれまで歩いてこられた経路などの確認とか、もう保健師さんはもう普通の状態ですと、そういう、なんていうんでしょうか、人材配置になっているかと思いますけれども、今、有事でございますので、そういう意味で保健師さんの OB の方にお声をかけたり、それから場合によってはバックオフィスとしてですね、いろんな事務作業は保健師さんがやらなくてはいけない、そういう部分もありますけれども、そういったところをOB やその他いろいろな技能を持った方にお願いをするというようなことも考えておりまして、いかにして医療、それから今回のコロナの感染症の最前線に立っておられる方々のその負荷を減らしていくのか、さまざま工夫もしながら、その協力していただける方々のこの支援を仰いでいきたいと考えております。すみません、 NHK の成沢です。冒頭知事からもご発言がありましたが、緊急事態宣言についてちょっと何点かお伺いさせてください。まず1点目なんですけれども、感染者数の増加というのが止まらない状況なんですけれども、現時点で知事としまして、緊急事態宣言、都市封鎖ですね、が迫っていると考えていますでしょうか。安倍総理大臣はですね、今日参議院の本会議の中でですね、現時点ではギリギリ持ちこたえている状況にあるが、必要な状況になれば躊躇なく緊急事態宣言を行う考えだと述べています。知事は緊急事態宣言の必要性というのをどのように認識していますでしょうか。これ1点目です。2点目もどうぞ。いいですか。はい、2点目なんですけれども、緊急事態宣言が出された場合に、外出の自粛とかをですね、法律に基づいて、要請できることになります。一部の施設の使用の制限も要請や指示できます。ただ今すでに知事はですね、いろいろな自粛というものを呼びかけていまして、緊急事態宣言後の指示とか要請とか指示というのは今の呼びかけよりも効果があるものだというふうに知事は考えていらっしゃいますでしょうか。この1点お願いします。まず1点目でありますけれども、緊急事態宣言ということについてはですね、やはり国がですね、乗り出していただくというのは一つ大きな
皆さんへのメッセージになると思います。そしてこのギリギリということですけれども、ギリギリがさらに続くとギリギリギリになってですね、どこまでかという話になりますが、やはり数字なども見ながら、また状況などを見ながら、国としてもしっかりと乗り出していただくという、その構えはもうできておられるんじゃないかな。また国が経済対策を準備しておられるというのも、それと相まってですね、制度的な部分と、それから予算、まあ、それに対しての経済対策とセットでですね、このお出しになると、それは非常に東京都にとって大きなパワーになると、力になるというふうに思っております。それから2つ目が、何をするのか、今の呼びかけよりも、今知事はいろいろ呼びかけされてますが、今の呼びかけよりもやはり効果があるものになる、はい、もう今お答えした通りです。はい、日本テレビの中丸です。東京都 その感染者の急増についてお伺いしたいんですが、現在の数が684ということなんですけど、この大半を占めるのがやはり先週の後半から、いきなり、これまで東京都の方は2月以降長らくその10人程度で収まってきた感染者数が、先週後半から急に急増しました。この感染者が都内で急増した理由について、知事として、東京都としてどういうふうに分析されてますでしょうか。まあ、数字のその背景にもですね、分析いたしますと、今病院、台東区の病院から発生いたしまして、また次に飛び火をしているというような、まあ、一つクラスターがあると、それがさらに広がっているということでございます。それから外国からの帰国者、これは日によってその瓶の関係とか、どこから帰ってこられるのか、それぞれ違うことが数字によって変わってきているのかと思います。あとはですね、不明というか感染源がまだ追い切れていない部分が、これが増えているということで、ただしクラスター班によると、それらの感染者についてさらに深く追っていくと、やはり若い人たちがその活動によるものが多いのではないか、また夜の歓楽街でのですね、広がりがあるのではないか、特に夜の歓楽街においては、そのなかなかどういう行動の履歴があるのかということがよくわからないがためにですね、そこから の広がりのトレースがなかなかできないのではないか、まあ、そういったことがあろうかと思います。それからやはり季節的にもいい時期であったなどなども重ねて、その原因の一つではないかと思います。ただ今もですね、しっかりとその危険性については皆様方にお訴えをして、結局のところ人から人へと移るものでございますので、先ほど申し上げました3つの密を避けていただくから、それから基本的な話ですけれども、手を洗うことであるとか咳エチケットという、まあ、基本的な部分にやってくる。それからこれまでの危険性については、自分はかからないだろうと、自分は関係ないと思っていた方が、このところですね、かなり意識が高まってきているのではないかということを期待したいと思いますが、先ほども動画もですね、今日もこれからも動画を流していきたいと考えておりますけれど、ちゃんとそういった方々のところに情報が届くような、そのような工夫をしなければというふうに思っております。これからも皆さんのご協力を得て進めて、感染爆発、重大局面、一日も早く過去の言葉にしたいと、このように考えております。引き続きのご協力よろしくお願い申し上げます。じゃあすいません、最後でお願いします。すいません、 TBS の原田と申します。冒頭に発言がありました、医療提供体制で、特に無症状の方とか軽症者の方で今入院している方について、早ければ来週中にも、場所を移すということを運用できる方向だというふうにご発言ありましたが、それについて詳細、例えば希望を募るのか、どのぐらいの規模なのか、もう少し詳しく教えていただける部分がありましたらお願いします。
はい、まず一つモデルケースを確保いたしまして、そこで医療のケアであるとか、どのような食事をするのか、どのようなお世話をするのか、これらについてですね、一つモデルケースで進めていくというのが来週になろうかと思います。そしてまたできるだけ、この何て言うんでしょうかね、まああんまり戦線の拡大をすると人員も必要になってまいりますし、なんか防衛大臣みたいなのが出てますけれども、そういったやはりロジスティックスというか兵站とかですね、そういったことを考えないと危機管理というのはできませんので、それらのことも踏まえながら進めていって、そして感染の拡大を防止すると同時に都民の皆様方の安心と、それから経済への影響も大変大きく出ております。これをですね、できるだけこれからの経済対策も含めて皆様方に公表して、そして迅速にその方針をですね、お伝えすることによってご安心いただけるように、このように努めていきたいと考えております。以上です。重症者受け入れ病院の要請ほとんど断られてるじゃないですか。もうパンク寸前、どうですか、どうするんですか。パンク寸前状態ですね。最近だけで実績ゼロじゃないですか。志村けんさんの訪問って公表しないんですか。ガールズバーがどんどん広がってますよ。